FC 岐阜勝手に応援チャンネル今回はですね、はい、カメラマンが多忙ということで、はい、前回出ていただいた、はい、出ました、はい、柏プラスチックの自宅でよっで、柏プラスチックは、はい、YouTuber やってるんで、あ、はい、自分の、その、家で撮るんで、はい、グリーンバックなんですね。あ、これね。そうです、そうです。何かと思ったら、はい、このグリーンバック。まあ、背景がちゃんと決まってるんですけど、はい、結果そのグリーンバックに、グリーンフロントの人が今いる状態になってしまったんで、ちょっとややこしい、見づらい感じになってしまってるんですよね。カシプラの YouTube を見たんだけど、うん、背景がさ、うん、なんか、変わったりし、なんか空とか映ったりするでしょ。うん。それってこれを使ってるからってこと？そうそうそう。よくハリウッドで CG とか作るときのやつ。あー、そうなの。じゃあ、今、俺が、ドンって言ったら、これ、いや、お前、ここ、ドンってなったりするの？だそういう加工でき、やってるからね。この緑はいけるわけでしょ。できるんでしょ？だってもうほんと同じだもんね。いや、そう、俺もね、見た瞬間ね、同じ生地じゃねえかと思って。色の配合はもう全部一緒よ。そう。だから、これを持って、俺の買ったジャケット行ったらこれ作ってくれるんだよ。カシプラチョイスで何かなるってことでしょ？そうだね。どん。お前自分でやったら、こう指、こうやって鳴らしたら、いけさんって変わるみたいな。ちょっと俺アベンジャーズ好きだから、ちょっと今指パッチンやって、それ変わるっていうのをやりたいから。あ、じゃあ、うん、アベンジャーズになる夢を叶えよう。グリーンバック。ここにアイアンマンがドン。できんのそんな。わかんないけど。今変わってんのじゃ。じゃあお前一回パンしていいよ。あ、お前できねえんだ。お前指パッチできなかったんだな。今回特別編ということで、こんな感じでお送りしたいと思います。まあ、今回引き分けっていうことで。そう、引き分けですよ。いや、でもさ、なんか、言い方、あれだけどさ、はい、得点シーン増えたからさ、はい、結構、俺見てて楽しいのよ。まあ、今回引き分けになっちゃって追いつかれちゃったけど。まあまあ、うん。なんか面白いサッカー してるなって思う。うん。だから、なんか今後、なんか逆転できんじゃないかなって期待感を今持ってます。いや、俺全然抜け出せんじゃないかと思ってる、沼から。ああ、じゃあもうそれ肩かけて。今後の肩をそのまた。かけるよ。かけましょう。いや、それはあれシーズン終了でしょ、ええ、シーズン終了で、まあ、ケツに。ケツに。じゃなかったら、ええ、まあ、ケツにだったら、ええ、すねかけるわ。あ、すねかける、うん、すねかけるわ。あ、もう、いいよ。じゃあ、その、すねをかけた時に、うん、もしすねを、何か破壊しなきゃいけない時は、うん、俺マジで、その機械、器具作っとくから。あ、ダメ。お前、今日、そう見たから、そういう発想になってる。そうの道具使っちゃいけないから、一個も。今日は、まあ、引き分けだったから、うん、ゲームをしよう。違う。影響されてんだって、お前。極小でしょ？極小の。極小の罰ですよ。はい。罰ボックス今日ないです。そうだね。カメラマンハウスじゃないから。はい。カシプラチョイスですよ。はい。カシプラさんなんか。あ、僕のチョイスですか？はい。あなたが、罰を出してください。最近、髪を切ったんですよ。あ、前回ね、出てた。一回お前こっち来たらじゃん。そうですね。いや、すいません、どうも。はい、君の瞳に有機溶剤、柏プラスチックです。毎回変わるんだ、はい、その、君の瞳にの後は。あ、プラスチック的な素材で。あ、そうなんですね。有機溶剤って言うとだいぶ大枠になっちゃうんですけど。いや、そこは別にいいんだよ。帽子取れよ、お前。帰ろよ。いや、もういいじゃないですか。いや、お前人見てんだよ、お前。帽子失礼だろ、お前。すいません、どうも、改めまして、柏プラスチックです。よろしくお願いします。いや、どうなってんだ、お前。おい。プラスチック。今で入れるべきですね。プラスチック。もうびっくりしてるかもしれないですけど、僕今、ここしか、とある事情でここしかないんですよ。もともと長かったもんね。もともとかなりロン毛で。うん。で、ここ以外の部分が、実はあるんですよね。実はあるんですよね。実はあるんですよねっていうのがあんま日本語としてよくわかんない。この家にまだあるんですよ。残骸が？残骸があるんです。え、結構前じゃないお前。切ったの。2週間前とか。なので、今日は、はい、ちょっとね、僕もまだ嗅いだことないんですけど。か、まあ、嗅ぐってなんだよ。ああ、漢字で多分、これです。
しいじゃん。いや、それ俺変わっちゃうからな。変わっちゃったよ。変わっちゃって。むやみに打つと俺変わっちゃうから。プラッチック。今じゃない。便利ですよ、便利で。いや、ちょっとね。ビニール袋の中に、切った後の残骸を、なんか、カシアプラスチックの10分の9ぐらいは入れてるんですよ。ほぼ入ってる。入ってるんですよ。その匂い嗅いでほしいなって僕の願望もありつつの。ひんも。まあ、しょうがない後輩の頼みだ。あ、じゃあそれを嗅げばいいのね。そうっすね。じゃあ、それお願いします。嗅げばいいのねって割とすんなり受け入れてる。もうさ、20何回やってるからさ。いいっすか、うん、感覚おかしいんだよね。そう。で、やっぱり、その、お笑い芸人ですよね。まあ、はい。回ってこいよ。ここはもう。経営を持ってこいよ。いいんすか？じゃあちょっと。いいよ。じゃあすいません。こちらです。あー気持ち悪いこれ思った以上に気持ち悪いちょっとごめん、一回待って思った以上に気持ち悪いちょっと待ってもう、何？生々しさってやっぱすごいな。ちょっとインサートいきます。いや、お前のやりたいやつらいらねえんだよ。ちょっと経営出てるじゃねえか、お前解雇とかこんな感じ。大型の解雇、なんかクルルって作ったの。なんか影響出てるよ、お前。何かしらの影響出てる。いろいろ想像したら、今日見た層より気持ち悪いわ。やっぱライブ感というか、この生々しさあるよね。すごいなぁ。なんでこれ、袋に入れて取っとこうと思ったの？気持ち悪いな。いや、なんか、使えるかなと思って。何？で、今日報われます。いや、とりあえず、行こう行こう行こう。お願いします。いつも通り。いつも通り。あ、いつも通り。あった感じ。おかしいもんじゃないから。まあ、あるしね、別に一緒だからね。そう、一緒、カシプラだから。じゃあ、それでは行きましょう。3、2、1、どうぞ。おい、カシプラ、おい。ああ。なんだろう。あ、なんだろう、これ。臭いとかじゃないの。もう一回って、もう一回ちゃんと嗅いどいた方がいい。ああ、なんだろうな。でもなんかさ、もっと言ってほしいよね、ガッと。そうですね、なんか、なんかさ、カシプラを拒否してるみたいな感じに見えるよ。ちょっと、違う。この、ちょっとね。僕は不快感あります。ほら。え？俺の不快感は？俺、今俺の不快感だけないことになってるけど。何秒？10とか。10。そこそこだな。じゃあ数えるから。言うてさ、カシパラ後輩だけどおっさんだからな、いつも。なんで俺おっさんの計10秒投げる？兄さん。兄さんって言うじゃねえよ、お前。じゃあ10秒いきます。よーい。スタート。10。9。9。8。7、6、5、4。ちょ、一個気になったんだけど、これセガサターン？見ろ体張ってんだよ。ギアボーイです。ギアボーイ。いや、ギアボーイな。ギアボーイ系のやつです。金ボーイのこと見ろ。金ボーイのことちゃんと見ろって。じゃあ次お前行け。ちなみに、これもう一個何点あるから。嗅ぐときに、もう毛出てる。わぁ、やだやだ、これが鼻に当たるから。やだ !10 秒。ちゃんとここ膨らましてこうやってね。こう、過呼吸みたいにして。呼吸をさせて。呼吸させて。ちゃんと空気入れて。ああ。ゲロ吐きそう。もう。これ引き分けの罰ゲームですよね。そうだね。引き分け。俺らも感覚バグってきてるから。じゃあ行くよ。はい。よーい、スタート。10、9、8、7。気持ち悪いんだよ。逆向けんじゃねえよ、お前。やめろよ。プラスチック。ちゃんとおじさんの匂いしてる。いやー、でももう、主の元に返そうよ、じゃあ。お帰り。お帰り。あ、じゃあ、かしむら、真ん中来て、じゃあ、帽子脱いでいただいて。はい。じゃあ、変換式。帽子みたい。なんかおしゃれな、なんか。いるね。え、ちなみにこれ何チャンネルですか？面白いな、それお前。来週の行きましょう。来週の行きましょうか。来週の FC 岐阜は。はい。2019年7月20日土曜日19時から白波スタジアムにおいて、FC 岐阜対鹿児島ユナイテッド FC の試合となっております。はい。
はい。というわけで、今回は特別編ということで、カシアプラスチックの家からお送りしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。コテンコテンじゃないのよ。